本日紹介するのはグラビアアイドルの佐野ひな子さん。青年月日は1994年10月13日生まれ、身長が160センチ、東京都出身です。そのひな子さんは高校生の時に美容室のサロンモデルや読者モデルを経験。2012年11月に写真集、晴れのちツインテールの表紙に掲載され、 放課後ツインテールでモデルを務めました。第37回ホリプロスカウトキャラバン2012のファイナリストに選出され、グランプリは結城美代さんとなるがホリプロに所属することとなった。2013年3月、多摩大学目黒高等学校卒業同年4月に、事務所から大学にも行けと言われたこともあって、大学へ進学します。 2013年7月、週刊ヤングマガジンのグラビアでデビューします。2014年8月、Vivi の専属ビューティーミューズになります。趣味は、美容、ゲーム、中国語、麻雀。特技は、料理、なぞなぞ、ピアノだそうです。好きな男性のタイプは優しい人、好きな食べ物は焼肉。得意な科目は国語、苦手な科目は英語と体育。 また、初動は8段。かつては苦手な食べ物をカレーとしていたが、2021年の週刊プレイボーイでのインタビューでは特に克服して自分で作ったりもするくらい好きと述べています。また、高校時代は軽音楽部に所属しており、バンドでの担当はピアノだったそうです。今後、佐野ひなこさんが活躍されるよう応援していきたいですね。 ご視聴ありがとうございました。このチャンネルではグラビア、モデル、アイドルなどを紹介しています。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。